1789年7月14日、その日、バスティーユ牢獄がパリの民衆によって襲撃された。襲撃の知らせは直ちにベルサイユに届き、就寝中であった国王ルイ16世は側近の侍従に起こされた。市中の様子を聞かされた国王は尋ねた。暴動か？いいえ、陛下、これは暴動ではありません。革命でございます。侍従はそう答えた。こうしてフランス革命ののろしが上がったのだった。ルイ14世と15世の時代に作った巨大な負債は王権を腐敗させ、ルイ16世とマリー・アントワネットが即位した時にはすでにフランスの財政は危機的な状況に追い込まれていた。同時期18世紀末はアメリカが独立革命でイギリス支配から独立したり、世界でも絶対王政の流れも少しずつ崩れていく時代の変わり目でもあった。絶対王政が当たり前だった時代から人々が自分たちで社会を作ろうと目覚め始めた時期でもあったのだ。そんな中、フランスの財政破綻は人々の暮らしを圧迫し、国民の不満を煽り、フランス革命を導いたのだった。しかし、フランス革命が象徴するのは自由、平等、友愛の精神であり、王家と平民たちの摩擦であったかのように思われているが、それは表向きの姿であった。ルイ16世とアントワネットを快く思わない貴族層にとって、熱く燃えた多勢の不満分子たちは、彼らの思惑通りに操りやすい格好の駒であったのだ。様々な野心を抱えたベルサイユの人間の思惑や策略をうまくかわすには、アントワネットの育ちは純粋すぎたかもしれないし、ルイ16世は先代よりも政治に積極的ではあったものの、彼らよりも穏やかすぎたのかもしれない。ベルサイユとは華やかさとは裏腹に恐ろしい場所である。ルイ16世とアントワネットは身近な敵の存在には気づいていたのだろうか。やがてこのフランス革命から生まれた未熟な政治形態は、ロベスピエール率いる行き過ぎた恐怖政治へと形を変え、多くの人々をギロチンの弾頭台へと送っていった。皮肉なことに、格好の駒だったはずの平民層は恐るべき力を持ち、恐怖政治が行われた間、多くの僧侶や貴族を含め、パリだけで約1400名、フランス全体では約2万名の人間が処刑されたという。その初めの生贄が含むにも、このルイ16世とアントワネットの2人の夫婦だった。アントワネットは遺書に、犯罪者にとって死刑は恥ずべきものだが、無実の罪で弾頭台に送られるなら恥ずべきものではないという言葉を残している。オーストリアからはるばるフランスへ嫁いできた当時、まだ14歳だったアントワネットは折しも、悲しいほどに乏しい国庫の斜陽の国、しかしながら輝かしいほどの張りぼてで固められたこのフランスに嫁いできたのであった。不運はアントワネットの将来を見透かすかのように、素晴らしく立派な一連の結婚の儀式にてすでに怪しい兆候を見せていた。それらは身近な敵の策略であったか、悪気なきハプニングであったのか、今となっては確認の術はないのだが、縁起の悪い出来事であることに変わりはない。生まれながらにして重い責任を背負い、そしてはるばるとかつては祖国と敵国であったフランスに嫁いできた幼いアントワネット、晴れがましいこの日に彼女はどんな思いを馳せていたのだろうか。1770年、花嫁の一行がオーストリアを出発してフランスの国境にたどり着いたのは2週間経った頃だった。フランスの出迎え人が待機しているフランス領のストラスプールというこの地で、第一の不吉な出来事は起こった。この地でオーストリア側からフランス側へと公女の引き渡しの儀式が執り行われる予定だった。フランスでは儀式や礼儀作法の厳守が最重要事項である。しかしながら、皆が契約書のサインやら儀式の準備やらで忙しそうに動いてはいるものの、思いやりや気遣いといったことに注意を払う人間はいなかったのであろう。なんと部屋の壁には王女メディアの重厚なタペストリーがかかっているではないか。アントワネットは部屋に入ると思わず目に涙を浮かべ、なんと縁起の悪いタペストリーでしょうか
そう言った。このタペストリーほど祝賀にふさわしくないものはない。なぜならギリシャ神話で王女メディアは花嫁衣装を用いて夫に復讐し、二人の息子を毒殺するという物語なのだ。これをかけたのはいかなる悪意の持ち主なのでしょう。オーストリア側の侍従たちは皆そう思ったに違いない。一度は思わず短足をついた。アントワネットはそんな不吉な部屋の中でオーストリアから慣れ親しんできた侍従との最後の別れを惜しみ、家族にくれぐれもよろしく伝えてくださいと言った。その後フランスの一行はアントワネットを連れ、馬車はコンピエーニュ近郊の森へと向かった。そこには国王ルイ15世とアントワネットの夫となる国王の孫のルイ・オーギュストが未来の花嫁の到着を待っているのだった。アントワネットは温かく迎えられたが、ことは順風満帆には運ばなかった。日を追って行われたベルサイユでの王室礼拝堂での結婚式の日のことだった。アントワネットの花嫁衣装への着替えが始まると重大事件が勃発した。パリの副職相たちが寸法を測り間違えたのだろうか、こともあろうに花嫁衣装が小さいではないか。丈が短く二の腕が袖からはみ出し、どう引っ張っても後ろ身頃が止められない。幅広のレースで応急処置を施したが、参加者の回想録の中にも花嫁衣装のことが言及されたものがあることから、この衣装は誰の目から見ても小さいことは明らかだったのだろう。それでも白い絹とダイヤモンドの輝きは大いに小柄でほっそりとした花嫁の初々しい美しさを引き立てたのだが、アントワネットが結婚証書にサインをするとき誤ってインクで紙にシミをつけてしまったことは、この結婚の不吉さをフランス革命と結びつけて後世にわたり人々に語られるようになってしまった。そしてこの結婚を皆が一様に祝福しているわけではないということを、この時のアントワネットはどれだけ気づいていただろうか。そのお話は次回の動画でさせていただきますので、またぜひささやき女官の館へお越しくださいませ。本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様とまたお会いしたいと思いますので、チャンネル登録とベルマークの通知設定の方をよろしくお願いいたします。